ポポロ門は、イタリア・ローマのポポロ広場にある、交通の要衝に建てられた象徴的な門。1475年に、ローマ教皇シクストス4世の時代に、それまでこの地にあった古代ローマ時代の縄文の後に、建てられた。し、内側ファサード古代ローマ時代のこの場所には、フラミニア街道が、アウレリアヌス城壁を通過する、フラミニア門が建てられていた。10世紀頃、 この門は近隣にあった教会の名にちなんで、サンバレンティノ門と呼ばれていたようだ。この門がなぜポポロ門と呼ばれるようになったかは定かではなく、一説では一体に生えていたポプラの木にちなんでいるというものや、1099年にローマ教皇パスカリス二世により建てられたサンタマリアデルポポロ教会が起源であるという説もある。フラミニア街道は言うに及ばず、ローマ市街から北へ抜ける。 主要道路が通過する。この地は交通の要衝であり、フラミニア門はアーチ型通路が2つ持つ大きな門であったと推測されている。その後ローマ帝国が崩壊し、ローマ市の人口が激減したため、中世にはアーチ型通路1つの門に縮小されたと考えられている。何世紀もの間、必要最低限の補強程度しか行われてこなかった。フラミニア門は、 15世紀後半ローマ教皇シクストス4世の時代には河川の堆積物で半分まで埋まり半ば崩壊した形となっていた。4世紀末から5世紀初頭に西ローマ帝国初代皇帝であった。ホノリウス帝は河川堆積物の除去が必要だったと認めていたようだが結局工事は行われず中世に至るまでどんどん土砂で埋まっていくような状況だったようである。現在、 ポポロモン付近の地盤は古代ローマ時代より1.5メートルほど高い位置まで堆積物で埋まっている状態である。現在見られるポポロモンは16世紀に建て替えられたもので、交通の要衝にある門としてふさわしい規模のものが新たに作られた。市街側のファザードはミケランジェロが手掛けたもので、ティトゥスの外線門から、 その着想を得て1562年から1565年にかけて制作された。正面の4組の円柱は旧サンピエトロ大聖堂から移設されたもので、大きなアーチ型通路が中央に一つと、その両脇に二つのアーチ型通路がある形状となった。1638年、中央アーチの両側にフランチェスコも大きさ区のセーペテロとセーパウロ像が設置された。 中央のアーチ型通路の上に掘られた碑文は次のようなものである。潮内川のファサードはベルニーニが手がけたもので、1655年12月23日のスウェーデン女王、クリスティーナのローマ訪問に合わせて落成された。潮内川の中央のアーチ型通路の上に掘られた碑文はこのことを記念したもので、次のようなものである。ありがとうございます。